バリー・グリフィスは、ウェールズのプロレスラー。トレマドック出身。2006年にバーケンヘッドのプロレスリングスクールにてトレーニングを開始。2007年にプロレスラーとしてデビュー。セルティック・ウォリアー、または、スマックダウン・ウォリアーのリングネームで地元であるウェールズを拠点とするアピ、イングランドのアストワットを中心に、イギリスのインディー団体で活動。FCW2008 年。 WWE と契約を交わし入団。参加団体である FCW にて、メイソン・ライアンのリングネームでトレーニングを開始。2010年7月、FCW フロリダヘビー級王座を保持するアレックス・ライリーと対戦して勝利。ベルトをダッシュした。9月、FCW フロリダタッグ王座を保持するデリック・ベートマンジョニー・カーティスと交想を開始。 同月19日、ベートマンとノンタイトルマッチを行い敗戦するが、同月26日にカーティストの FCW フロリダヘビー級王座をかけた、タイトルマッチでは窮地に立たされたところを解説者である、バイロン・サクストンの介入に助けられて勝利し、防衛に成功した。WWE2011 年1月、WWE に昇格。17日の RAW において、 ジョンシナ VSCM パンクの試合に乱入。シナとパンクを襲撃するがパンクとの睨み合いの末、降伏し、ネクサスにメンバー入り。CM パンクの用心棒的な存在として、リング内外を暴れ回るものの3月11日の RAW にて、ランディ・オートンにパントキックを決められ長期欠場となる。4月18日の RAW で CM パンク VS。 オートン戦に乱入し、オートンを袋叩きにして復帰した。復帰後は、パンクと共に活動することが多くなり、5月23日の、オーバーザ・リミット2011にて、パンクと共に、タッグ王者のケインビッグ賞組に挑戦するも敗北してしまう。その後もネクサスで活動するも怪我をして、欠場という形となり、パンクもシングルで、トップ前線で活動。 オタンガとマクギリカティはコンビでタッグ前線へ行きネクサスは事実上の解散という形になった。9月8日、スーパースターズの収録にて復帰し、JTG を相手に勝利を飾った。9月26日の RAW にて、ザックライダーエアブーンとドルフ・ジグラージャック・スワガーの試合において3分以内にもう一人チームメートを 探してこいと言われたビッキー・ゲレロに連れられて登場。スワガーとタッチして交代したと思いきやスワガーを吸収し、ジグラーにサイドスウィンキングスラムを放って去っていった。一行、ベビーとして活動。ザック、ライダーと共に、ジグラー、スワガーなどと対戦するが、徐々に構想からフェードアウトするようになり、スーパースターズを主戦場とするようになっていき。 後に不決勝欠場。2013年1月31日、NXT の坂本戦にて復帰。新しいフィニッシャーであるジャック・ハマーを決めて復帰戦を勝利で飾った。5月29日には、エンツ・ア・モーレを相手に圧倒的強さを発揮した。6月5日には NXT 王座挑戦者、決定戦のバトルロイヤルにて18人中11人を、 脱落させる活躍を見せた。7月より、エンツ・アモーレコリン・キャサディとの交想を開始し、10日には、ハンディキャップマッチで敗戦。31日には、アモーレキャサディ VS トンズ・オブ・ファンクとのタッグマッチにて介入し、トンズ・オブ・ファンクの勝利に貢献。試合後に3人でダンスを披露した。8月14日、スコット・ドーソンと対戦して勝利するも、 ドーソンのマネージャーであるシルベスター・ルフォーより因縁をつけられて再選することが決定するも、9月4日に対戦することになったのは、アレクサンダー・ルセフであり、圧倒するも、ルフォーとドーソンの介入により敗戦した。10月より、NXT ライブにて、ジェイソン・ジョーダンとタッグを結成し、ラクエル・ディアスをマネージャーに従えて活動。ジ・アセンションと構想を展開するも勝利をすることが、 できずに終了した。2014年1月1日、NXT にて、バックステージで再びルフォーに因縁をつけられることになった。対戦相手は、タイラー・ブリーズであったが、ルフォーの介入により敗戦した。2月5日には、アレクサンダー・アル・セフ、スコット・ドーソンと、相次いでプロデュースするレスラーがいなくなって新たな、相棒を探していたシルベスター・ルフォーに因縁を、 つけられるも一周。4月24日には、タイソンキットとシングルマッチを行うが敗れた。出場機会には、恵まれていたものの、WWE への最小格を見込まれなくなり5月1日、WWE から解雇となった。WWE 解雇後、2014年6月7日、ニュージャージー州を拠点とする、PWS のスーパーカード2014に参戦。 ライフガードと対戦して勝利。9月6日、プエルトリーコの団体である、WWC のサプティエンブレネグロに参戦。WWC ユニバーサルヘビー級王座を保持する、マイティウルサスに挑戦。最後に、スーパー戦闘にを決められ敗戦。10月18日、ドイツの団体である、WXW の、w x w フォーティーン i アニバーサリーツアー。 スラミニア2に参戦。WXW ショットガン王座を保持する、ジョン・クリンガーに挑戦。最後に、ドミネーターを決めて勝利。ベルトダッシュ。同月19日、WXW14th Anniversary Tour、アップルダにてクリンガーと、WXW ショットガン王座をかけて再戦。最後に、レッキングボールに位を暗い敗戦。 ベルトをダッシュされ1日の天下に終わった。2015年2月10日、アントニオ・イノキが日本で主催するイグフにて20日に行われるイベント、ゲノム32にメイソン・ウィリアムズのリングネームで参戦することが発表された。同月20日、ゲノム32にて将軍・岡本と対戦し、大技の応酬となるが最後には岡本からパイルドライバーを暗い敗戦した。 6月27日、ゲノム34にテヌックスと対戦。両者リングアウトにより引き分けになった。7月3日、フロリダ州を拠点とするフィップのデクラレーション・オブ・インデペンデンス2015に参戦。ムースと対戦。重量級対決となるが最後に、レフェリーが目を離している隙をついて、ローブローを決めて勝利した。ありがとうございます。